FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、リオチラジオ、リオチさんの未タイトルラジオを終わった後に流れるこのラジオですが、はい、はい、みんなリオチさんのラジオを聞いた後に終わっもう寝てるかもしれないけど、寝てるかもしれない、あの聞いている方はもう最後までお付き合いいただければ、月曜日最後のね、はい、放送なのでね、我々の番組が、あ、そっかそっか、そうなんだ、そうです、そうです。はい、では、メンヘラ城本日第90回の収録となっております、はいはい、90回だってすげー、はい、もうあっという間で90回になりましたけれども、うん、はい、収録時点はまだ6月3日ではあるんですけれども、うん、本放送が2週間後の6月17日になってまして、はいはい、この日ある記念日といいますか、はい、がございまして、へい、心当たりは何かありますか？6月17日、はい、6月17日って何の記念日を？夏実の誕生日1ヶ月前記念日なんだよ。ああ、王様が忘れてた。まあそれは冗談で、あの本当のなんか記念日というか、はい、こんなことがあったよっていうのはね、うん、あのアメリカのニューヨークに今自由の女神像ってあるでしょ、自由の女神、うんうんうん、あれがねフランスから送られてきたのね、うん、それが、1885年、明治時代かな、うん、の6月17日にニューヨークに送られてきて届いた日なんだって、自由の女神が、まあ、なんでこの話をしてるかというと、まあ、この後のメンヘラトークの時にお話しするコーナーに関わってくるんですけれども、テーマにね、うんうん、そんな自由の女神、うん、お台場にもありますね、自由の女神ある、はい、俺実際 目にしたことあるよ、お台場の自由の女神。ごめん、なっちゃん、あるって言ったけど分からなかった。あ、あるんだよ。あるの知らない。東京のお台場にね、健太さんは修学旅行でそちらを見てきました。はい、そんな自由の女神に関わるというか自由に関わるトークテーマ、この後やっていきますので、はい、本日も最後までよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。おー、大丈夫ですか？いきなり咳き込んでますけれども、ちょっとウォーター飲みますか？うん、はい、なんでね急に。喘息のあれ。あ、喘息のあれ。ホスタが大丈夫ですかね。放送事故ではないですが、なとみさん、これは、はい、皆さん少々お待ちください。まあでもツイキャスの方を読んでもらおうと思ったんですけど、僕が読みましょうかね。それでは、はい、ツイキャス読まさせていただきます。はい、ロアさんこんばんはということで来ております。こんばんは。はい、埼玉の郷さん、旧盆に心を合わせる人より、はい、はい、お茶飲む前に聞け。 ありがとう。健太さん、なっちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。沖縄大好きさん、こんばんはと来ております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。で、さっきのねお話の中にあったよね、
あったことについて沖縄大好きさんが大丈夫、リオチさんの番組もメンヘラジオも連続で聞いてるぜ、うん、とありがとうございます、うん、はい、ロアさんから今日も日本撮りかなと、どうですか夏美さん、今日は日本撮りです、はい、予定しております、よろしくお願いします、はい、はい、あ、埼玉郷さん、健太さんですよ、夏美さんがね、ちょっと発作の症状が出ておりますので急に出た、このタイミングでっていうところなんですけれどもね、急に来た、でも大丈夫、水飲んだら治るから、はい、すいません、夏美さんにちょっとバトンタッチして、しではメンヘラトーク入っていきたいと思います、はい、本日のトークテーマ発表いたします、うんうん、本日のトークテーマは自由を感じる瞬間、はい、はあ、というわけで、何かと規制や自粛の多い昨今の世の中ですけれども、はい、はいはい、人にはね、それぞれその人なりにね、あの自由を感じる瞬間があるはずですと、うん、きっとね、まあ普段生きづらさをね、生きづらさからくる、なんていうのかな、うん、不自由さみたいなものを感じることの多い我々メンヘラですけれども、はい、うん、まあそのメンヘラさんにとっても、うん、あ、メンヘラにもなんか自由を感じる瞬間がきっとあるはず、うん、というわけで、まあ皆さんが今の俺、あるいは私は自由だと、自由だぜと感じる瞬間はどんな時なのかなっていうのを教えてくださいということで、こちらの、はい、まあ、自由の女神がね、あ、フランスから届いたということもあってね、メニュー靴、なるほど、記念日、そこで引っかかってんのか、はい、自由を感じる瞬間をテーマに、はい、トークしていきたいと思います、はい、はい、まずは、メンヘラネームマスクマンよりメッセージいただいております、マスクマンだよ、はい、はい、翌日が休みの仕事帰りにブラブラして、うん、ブックオフや漫画倉庫に行ったり、うん、夜にはバーに遊びに行ったりしている時に自由を感じます、バーって大人だね、ミュージックバーかな、うん、マスクマン音楽好きだからね、うん、あと夜に起きて曲作りをし終わった後にアイデア出しで朝の散歩に出ている時、前向きな気持ちでアイデアの波が押し寄せてきた時にも自由を感じますクマンと感じますクマン、はい、って書いた、自己主張が激しいですけれども、いや、いいんじゃないのありがとうございます、ありがとうございます、はい、続きましてメンヘラネーム夢をつかぽんさんより、お、つかぽんさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、家に誰もいない時、うん、自由だってなります、家に誰もいない時自由だって、うんうん、風呂に入ってスーパーでお菓子を多めに買ってきて、うん、爆食してみたり、うん、フリードームって気持ちに一瞬なるけれど、うん、翌日罪悪感で不自由になりますとのことです、あ、いいのにね、うん、まあなんか爆食してしまったっていうなんか、ああなるんだね、そうそうそう、ちょっと食べ過ぎたっていう罪悪感かな、うん、そうか、うん、はい、では続きまして、はい、続々いきたいと思います、はい、いっぱい届いてるんだよ実は、お、メンヘラネームカネヤンさんより、はい、ありがとうございますカネヤンさん、はい、カネヤンお久しぶりです、久しぶりだね、はい、自分が自由を感じる瞬間は金曜日の夕方です、うん、休日前の金曜日はワクワクします、うん、何やってても明日のことを考えなくて済むので、遊びに行ってたとしてもただただ楽しい気持ちでいっぱいになります、うん、逆に日曜日の夜になるとまた平日がやってくる憂鬱さで叫びたくなります月曜日が怖いですとのことです、月曜日は怖いよな、確かにいわゆるいろんなことが生み出すからな、サザエさん症候群っていうやつでね、うん、子供の頃とかちびまる子ちゃん、サザエさん、みんなもね、うん、見てた国民的アニメですから見てたと思うんですけれども、うん、それを見るとなんか、うん、明日学校だ行きたくねみたいなさ、うんうんうん、になるっていうの、うんうんうん、それも学校で行きたくないは分かるね分かる分かる、俺もね今ね月曜日から土曜日まで働いてるからね、うん、あの日曜日たった1日だけが休みなんだけど、うん、もう月曜日来るの恐ろしいよね恐ろしいよねまた仕事もう日曜日がずっと続けて、もう休み終わりってなる、うん、だからもうあの祝日をちょっと頼りに、祝日は休みだからね、うんうんうん、
6月ないんだよ確か祝日。あいや。はい、続きまして、はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんより。はい、沖縄大好きさんありがとうございます。ありがとうございます。うん、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。はい、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、メッセージテーマ、自由を感じる瞬間。うん、昼休み時間のお昼寝タイムや仕事を終わった後に車の中でゆったりしながらラジオを聞いたり、うん、メールをしたりするのも自由を感じる瞬間です。うん、あとはゆったりとゲームしたり、うん、ラジオでおしゃべりしてる時ですかな。あとメンヘラ城を聞いている時も自由を感じますな、とのことです。わー、嬉しいね。ありがたいお言葉、ありがとうございます。はい、やったね。自由感じる、あの夏美が自由そうだね、あの夏美が自由だから、急に発作が起きてね、水飲み出してゴホ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 ってキャン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 取り直しするのみたいな一瞬なりかけたけれどもね、うん、まあまあまあ、全然ならなかったよ。まあギリセーフということで、うん、はい、セーフです。はい、じゃあツイキャス読んでいいですか。あ、待って、最後の、はい、メッセージをさせてください。はい、メンヘラネームロアさんより。あ、ロアさん、ありがとうございます。はい、こんばんは。うん、こんばんは。パイナップルを食べてるロアです。いいな。石垣島のパイナップル、美味しいとのことです。いいな。はい、で続き読みますね。はい。はい、今日のテーマ、自由を感じる瞬間。はい。一番それを感じるのは、何もやるべきことがない時ですかね。うん。常に家事、家事、家事って感じで家事に追われている気がするので、うんうん、家事が終わったら自由時間って感じます。うん、まあやることはなんだかんだなくなりませんが、一時的にないだけでも嬉しいです。うん、お二人は家事は分担されてますか、とのことです。おお、いかがでしょう。我々は、我々はね、家事はね、はい、夏美さんは、うん、あの一応料理担当、ざっくりしたけど料理は夏美さん作るときは作れるけど、うんうんうん、我々の場合はね、あのメンヘラ、そうメンタルにのあのいわゆる疾患を抱えてるわけですから、うん、あの体調がね、それによって左右されて、うんうん、家事ができたりできなかったりするんだよね。うん、本当にだからできなかったりする。そう、まあできる時にできる方が、うん、やるみたいな形で、うん、健太さんがちょっとへこたれてる時は夏美さんが代わりに洗濯物をね回して、うん、皿洗いとか、うん、お掃除とかもやってくれたり、猫のお世話とかね、うん、飼ってる猫ちゃんたちのお世話もやってくれたり、うん、まあその逆もあって、僕がね、掃除機かけたり、うん、で基本的には分担というよりは、なんか本当にやれる時にやれる方が率先してやる、うん、で、うん、声かけてね、お互いにね、うんうんうん、やるって感じで、決まってることって言ったら洗濯物、自分の洗濯物は自分の洋服は自分で畳む。だからさ、うん、健太さんはさ、あの洋服全部さ畳んでさ、はい、綺麗になってさ、うん、あの夏美さんの山ができてる時があるよね。そういや、夏美さんのあのモンブランみたいな山ができてる時。エルベストか、なんでエレベスト、エベレスト、なんかどっち、今なんか噛んだような気もするけど、エルベストエベレストや、エベレスト、絶対エレベストって言ってた時そうで、僕の場合はね、仕事であのワイシャツとか着る時もあるんで、うん、あのシワがつく、洗ってね、シワがついたものは、うん、アイロンとか、まあ、自分で、はい、やるようにしてますね。ケンタさんはね、偉いんですよ。テレビ見ながら、はい、本当に偉いんですよ、うん、はい、ではツイキャスの方はいかがでしょう。ツイキャスの方、はい、はい、はい、夏美さんにパワーをって、全速でボーボーしてたときかな。ありがとうございます。埼玉の郷さん、はい、自由の責任は自分自身よな、ってなんか哲学的な深いお言葉。自分自身だよな、うんうんうん、で埼玉の郷さん、はい、引き続きましてサザエさん症候群、フグ田さんが出るときは逆に笑ってから心に余裕ができますってよ。ああ、それもね、そうなんだ、あの出てくるキャラによってね、うん、癒され方がまた違ってくると思う。あの酒屋のサブちゃんがいい、うん、サブちゃんいいよね
それでさ、なんか今日口がヘロヘロしてるな。はい。それで、はい。あヘロヘロしてるって言ったらロアさんがパイナップル食べ過ぎちゃって舌がピリピリしてますって言ってる。ヘロヘロとピリピリで今じゃあ向かい合ってるわけか。うん。埼玉の郷さん、うちは明日石垣島のパイナップル食べる。日曜日もらってきた。うん、いいな、なんか石垣島のパイナップルうまいよ。美味しいの。でも美味しそうだね。石垣島って。石垣島のってつくだけで何でも美味しく感じるよ。美味しそうに感じるよ。石垣島の塩。石垣島のタコライス。石垣島のステーキとかさ。あ、美味しそう。ステーキは美味しいよね。石垣牛があったんじゃない？あ、そうだね。うんうん、あるね。はい。はい、埼玉の郷さん、うん。うちはワイフが 100% 料理。うんうん。かっこ調理師だからうまい。あー素晴らしい。掃除洗濯はお互い頑張ってるって、うん、あ、俺たちと一緒だね。だからその辺はなんか役割分担というよりはお互いにね、そうね、お互い頑張ってる感じ。ローさんたちどうなるのかな、質問。だからね、ローさんたちもどうかね、教えて教えて、うん、でキムタクさん、はい、キムタクさん来てる、はい、お二人はフォローし合ってっていいね。うちは家事で月1喧嘩するなぁ。なんで？逆にどんな理由で喧嘩するのか知りたいな。たまには手伝ってよみたいなことってことかな。なんだろう、今日どんな、だからね、うん、トイレ掃除はどっちがやるんだろうとかね。ああ。ね。とね、埼玉の郷さん、はい、サブちゃんっておとぼけさんよなって笑ってる。あ、サブちゃん。で、たたんね、うん、キムタクさんは、はい、石垣島の塩のセブンイレブンポテチうまいよって。あ、本当？もう今日早速買いたくなるけど、そんなこと言われたら。石垣島の塩のポテチか。まあまあまあ、塩ポテチ。塩ポテチ。うんうん、薄塩がの使われてるポテチ。あと一回に行こう。はい、わかりました。はい。はい。では、ここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、本日紹介いたしますのは、はい、自由にちなみまして、はい、はい、リンクとホライズン、うん、自由の翼、こちらテレビアニメ、はい、進撃の巨人のファーストシーズン第1期の後期オープニングテーマとなっております。どうぞお聴きください。うん、はい、皆さんありがとうございます。今日もありがとうございます。こんな本当になんかもう本当にね、下手クソなこの私の MC、 MC 合ってる？いいんじゃないの。間違って WC って言いそうなるんだよいつも。トイレだろそれ。だからさ、間違って M があれさ、ひっくり返ってるさ。そう、書くときも間違えるわけ。私の WC って。違う、だからさ、あの WC が下手くそってどういうことだよ。違う違う、聞いてよ。 おしめ入っとけよ、そしたら。聞いてよ。あのさ、だからあの手帳とかにさ、うん、あの私さ結構さ、あのリオチさん好きなのよ。わかる？わかる？っていうかリオチさん結構好きで、リオチさんのラジオを見てから、ラジオ見て、エメヘラジオの本放送俺たち聞いたりしてるからね、うんうんうん、そうそうそう、リオチさんがラジオしてる あのツイキャスとかでもたまにあの見せてもらって、うん、それで結構好きなんだけど、うん、あのかっこいいって思って、うん、で手帳に願い事を書くのね、私ね。願い事を書くときにね、リオチさんみたいなかっこいい WC になりたいって書いちゃった。確かな、書いちゃってる。書いちゃったりしてたわけ。びっくりしたよ俺、確かあれ。お前リオチさんのトイレしてるの見たことあるの？だから本当にもうごめんなさいって心の中で謝ってんだけど。本人にも伝わっちゃうなこれでな。ああ、うん、そうそうそう、どんどんツイキャス来てるんだったら呼んでくださいよ。はい、すいません。はい、埼玉の郷さん、うん、トイレ掃除、読めない、玄関掃除は夫がやった方がいいって聞いたことあって、うん、なるべくやってる。あー素晴らしい。へー、そうなんだ。うちもじゃあトイレ掃除、玄関掃除俺やろう。あ、そう、夫がやった方がいいって、不縁起的な感じかな、原価的な感じかな。うん、そうかもしれない、うん、で埼玉の郷さん、リオチ喜ぶはずよ、なっちゃんはリオチ好きって。好きなんだよ。
で、あの、ありがとうございます。いつも元気もらってますよ。皆さん、ロアさん、ロアさん、ロアさん、洗い物しててコメントをくれましたが、私たちの家事事情としては、うん、王侯が週3とか4はダブルワークでいないので、うん、その時はご飯や洗い物はやります。あ、まあ、必然的にやらざるを得ないというかね、やってて、うん、外で旦那がね、王侯さんが働いてる分、うん、支えるっていう意味でもね、うん、でいる時はこき使いまくります。そうだね、いる時ぐらいはね、洗濯干しは朝なので一緒にしますって。あ、仲良し仲良し、仲良し仲良しいいじゃん、うん、掃除は大半私、ね、風呂掃除のみ多くを担当ですねって。あ、いいじゃんいいじゃん、ちゃんといいじゃん、お二人でね、うん、分担されて やられてるっていうのは、うんうん、いいと思ういいと思う、うん、あーすごいね、あーすごいすごい、本当にちょっと待って落ちちゃったイヤホンが、はいはい、すいません。じゃあラジオエンディングに入っていきますよ。ラジオエンディングに行きますよ、うん、あ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、うんうん、なんかまだ大丈夫、うん、伸ばして、あ、今日コメント多くて嬉しいです、ありがとうございます、うん、夏井も掃除頑張ろう。そうね、夏ちゃんから掃除しようって言わんもんな。なんだって。ケツさんが大体掃除しようって言って、夏美さんがって。あれやし、なんかこれも絵に描いたようなうちらじゃん。ん？なんていうの、絵に描いた餅じゃないな。なんか違う気がする。違う気がするな。うん。まあいいか。じゃあ早速上げていきますよ。はい。はい、はい、メンヘラ城エンディングでございます。はい、ありがとうございます。はい、本日も、メンヘラ城、うん、まあ、第90回ということで、うん、はい、放送終わりとなりますが、はい、はい、夏美さんはね、今日のトークテーマにふさわしく、はい、自由に今日も振る舞っておられましたけれども、どうでしたか今日の収録は。自由だったよかったですね、自由だった楽しかったので何よりです。楽しいです、はい、ありがとうございます。みんなのおかげで楽しい、本当に、はい、よかったよかった。でね、はい、せっかくなので一つ、追加のメッセージを読ませていただきたいと思います。はい、はい、お願いします。メッセージテーマ、自由を感じる習慣についてですね。はい、はい、メンヘラネーム KN さんより、はい、嫁に内緒で一人でパチンコ屋さんに行った時に、はい、ワイは自由やヒャッハーとなるのですが、はい、結果惨敗して帰ることが多々あり、うん、逆に嫁に対する申し訳なさや黙ってパチンコへ行った罪悪感で不自由さを感じております、うんうん、自由と不自由って表裏一体なのね、不思議。なんかうちみたいじゃない。うちなんですよ。KN です。ケンタ中村です。あ、本当だ、本当だ、ケーンだ。あ、何、自分のこと。そうよ、私の、なんかパチンコって言ったからギャンブル依存症の人が聞いてくれて嬉しいと思った。やばい、あ、全然なんかピンとこなかったんだ、お前だろみたいな。だって最近一緒に行ってるじゃん。最近はな。最近は夏美をパチンコ沼に削り込んでおりますけれども。あー、びっくりした。何、ロアさんも気づいてたの。気づかなかった。夏美さん受けるって笑ってるけど、みんな多分気づいてたと思うよ。うん、今の最高ってキムタクさん。あ、本当。マジで。って言ったもんな。だよ。あー、びっくりした。そうそう、まあ、本当にね、黙っていってね、一人でね、うん、売ってる時、まあ、罪悪感も抱えながら当然言ってるんよ、うんうん、黙って言ってるわけだからね、うんうん、でもやっぱり楽しいのよ、うん、で自由にねスロット売ったり、うん、あ、これもう大当たり終わったから次の台行こうって、うん、あ、好きなアニメの台だとかでね、うんうん、自由に
もう完全に携帯をもうし機内モードにしてからね。機内モードって自由だな。あの中も空の上だから。わあすごいな。何その時夏美さんは何してんの？家でも一人でギャン泣きしてんでしょ？ギャン泣きしてる。ギャン泣きしてる。お母さんに助け求めたりしてね。みちこっつって、みちこ助けてって。うん、なってるわそりゃ。そういうことがあったりしますね。うん、だってさ。うん、いや、ケンタさんさ、ほんとさ、電話出てくれてもいいと思うのにさ、うん、出てくれないしさ、そう、なんだったらもう、繋がらないしさ、ほんとに。しかも、時間も長いの。まあね。うん。そう、時間も長いのよ。まあ、長いですよ。しょうがないやろ。埼玉の郷さんから、ザンケラジオで使ってきてるよ。何ラジオ？ザンケラジオ。今日のメラジオはここいらでもいいよ。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい。